はいどうも、ヒコポン、心の声です。深夜のセブンイレブン、大晦日のあれを買いに来ました。そうです、お蕎麦です。今年の年越し蕎麦は、セブンイレブンの石臼引き、蕎麦粉のかき揚げ二八蕎麦をいただきます。お値段は、税込み429円とリーズナブルです。レンジで温めるタイプです。今回は、じっくり観察すべく、お店で温めずに持って帰ってきました。なんか汁が漏れてるんですけど、これ汁が袋に入っているのではなく普通に下に入ってました。こういうタイプもあるのか。真空パックの袋に入れないと美味しいとかあるのかな。原材料名的には特に目を引くものはなさそうです。かき揚げが美味しそうです。唐辛子もついてます。私はそばには唐辛子はいらないです。そばの風味を感じたい。この生々しさはカップ麺には出せない。すでにうまそうです。下のゾーンを覗いてみます。汁が入っています。逆さにしてあの程度で済んでよかったです。温めてきました。かき揚げの匂いが食欲をそそる。プレーをちょっと上に上げたら使ってしまった。ドボンと跳ねなくてよかったです。ネギもみずみずしくて美味しそうです。それでは実食です。普通にうまい。コンビニで温めてもらえばこれがすぐ食べられるんですが、寒い日に外でこれ食べたらさらに美味しさアップです。そしてかき揚げ、そばだけだとさっぱりしすぎて物足りなさを感じるけど、かき揚げがあると OK です。かき揚げには小エビ、玉ねぎ、人参、ごぼう、小松菜が入っており文句なしです。除夜の鐘を聞きながらそばをする日本の冬って感じです。蕎麦とかき揚げが絡んでナイスです。細かくなったかき揚げは汁を飲まないと食べれない。というわけで汁も全部飲んじゃいました。この値段でかき揚げ大きく、そばの量も多くて、これは当たりだと思いました。ごちそうさまでした。満足万太郎です。来年の年越しそばでまたお会いしましょう。